本校では 2018FIFA ワールドカップロシア大会のヨーロッパ予選について述べる。予選の方式は以下の通り。上記の予定で組み合わせ抽選が行われたが、口実の通りジブラルタルとコソボの FIFA 加盟に伴いワールドカップ予選に参加することが決定され、参加チームが54となったため、6チームずつの9組で実施されることとなったが、 各グループ2チームのプレイオフ、進出チーム決定においては、各グループ再開との対戦成績を除外して、決定することになった。開催国のロシアを除く、FIFA と UEFA の双方に加盟している52の国と地域が参加することが決定していた。その後、2016年5月13日の FIFA 総会で、ジブラルタルとコソボの FIFA 加盟が承認されたため、 予選への出場資格を得ることとなった。これを受けて UEFA は予選への参加方法を検討する特別委員会を設置し議論していくことを決定した。その後2016年6月9日にジブラルタルがグループ H、コソボがグループ I に入ることが発表された。それにあたってはコソボはセルビア及びボスニア・ヘルツェゴビナと同一のグループには入らないように するこ,ととされたこの結果、すべての予選のグループが6チームで行われることとなったが、各グループ2チームのプレイオフ進出チームを決定する際には、各グループ再開との成績は除外して決定した。競技日程は以下の通りである。組み合わせ抽選会は2015年7月25日に、ロシアサンクトペテルブルクストレルナにあるコンスタンチン宮殿で行われた。 シード順は2015年7月の FIFA フフランキングによって決定された。テレビ放映権の兼ね合いで、イングランド、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、オランダの各国は6チームのグループに振り分けられる。なお、加盟国間の国際関係から、アルメニアとアゼルバイジャンは同一のグループには入らないように組み合わせ抽選を行うものとされた。なお、 上述したコスボとジブラルタルの予選参加は、組み合わせ抽選後に認められたものであるため、この時点では両チームは、組み合わせ抽選に入っていない。グループ A グループ B グループ C グループ D グループ E、グループ F グループ G グループ H グループ I2 の9、各国のうちグループ再開との対戦を除いた成績の上位8カ国が、プレーオフに進出する。また、勝ち点が、 同点のチームが2つ以上ある場合は、以下の順に比較して順位を決定する。得失点差得点数前日の通り、今回は全てのグループが6チームだが、プレイオフ進出チームは、グループ再開との対戦成績を除外して決定した。全グループの2チームが再開チーム相手に2勝し、勝つ勝ち点の差で、スロバキアが敗退になったため、これにより、 プレイオフ進出チームが変わることはなかった。プレイオフの組み合わせ抽選会はグループリーグ終了後の2017年10月17日に実施された。この結果、2試合合計スコアの高いスイス、クロアチア、デンマーク、スウェーデンがワールドカップ出場権を獲得。ありがとうございます。